皆さんこんにちは。高山ウコン記念資料館の館長の奈良です。今日はエペソ人への手紙6章1節から4節の御言葉から、子供は神に託された魂ということを聞かせていただきましょう。それでは聖書を開きましょう。エペソ人への手紙の6章1節から4節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束の伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。以上です。このエペソ書の第6章1節から4節の言葉の中で、2節にありますように、これは10回の第5番目の戒めである、あなたの父と母を敬えとの御言葉を根底にしています。しかしパウロは10回にあるように、子供が単純に親に服従することが正しいこと、聖書の価値観であると語っているのでは決してありません。4節には、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと書かれているからです。このエペソ書の言葉は、子は親に従う。親は子が親に従うべく、主の教育と訓戒によって育てるという2つの柱がここで語られています。ですから、主にあって両親に従いなさいと語られていても、決して子供だけに向けて語られているわけではありません。むしろ家庭の中で、そのように子供が親に従って生きていくことに幸せを感じられるように、親が子供を育てていく必要があるということがかえって強調されているのではないでしょうか。さて、ここにある親という言葉は、通常でも親と訳される言葉ではありますけれども、本来は自分の命の根源の存在という意味合いを与える言葉でもあります。自分の命はこの親によって与えられたということです。親にすれば自分の命を受け継ぐ存在である子供ということになりますね。ですから今日の信仰力いろはの説明には、子供にも一人一人作られた目的がある、育ててくださるのは神様だからと思えば育て方も違ってくると記されていますが、まさにその通りなのです。子供とは自分の命と存在を受け継ぐ立場にあるという存在であればこそ、そこには誕生してきた意味が親の側に発生します。神はその子をその家庭に与えたのには意味があり、目的があるのです。そしてその意味と目的を理解して、主の教育と訓戒をもって育てる努力を惜しまぬ親の姿を見て、親の愛を覚えて子供は親を愛し、親の指導に従って生きていくわけです。イエス様の家庭もそうだったのです。イエス様がお生まれになってから、主の父と母はイエス様が救い主として働かれるために必要な保護と教育に当たったからこそ、その後のイエス様のお働きが意味をなすものとなったのです。私たち親となっているものも、この主イエスのご家庭を見本に歩んで
参りましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの知恵をいただいて、主の訓戒を正しく教え、愛のある家庭を築いていくことができますよう助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。